ND ちゃんと、その日に自分の YouTube 動画の宣伝はあ、土曜日の21時に配信中。<laughs> ND ちゃんがね、4月から1時間だけ早まるよ。<laughs> なお、URL 貼ってないので、宣伝の意味なし。あいやー その3、4関係ないけど、宮崎の民放テレビ2局だけ。うん、宮崎はコナンの放送、深夜枠、うん。宮崎県は日本で最もテレビ日常が悪い、えー、と、有名です。その2局というのが TBS 系の宮崎放送、そして富士テレビ系のテレビ宮崎。最もテレビ宮崎はテレビ いや、フジテレビのほか日テレやテレアスの系列にも入っている、トリプルクロスネットなんで、日本一編成がめちゃくちゃだと言われています。例えば朝から夕方にかけては、目覚ましテレビや、ライブニュースイットなど並びますが、夜になるとニュースゼロだったりします。すげえな。 ミラクルな感じなんだ。へえ、あ、まだあんだ。で、宮崎では昔はね、月9の時間帯2曲ともサスペンスでした。かっこ、ちなみに本来の月9は4時間後の深夜1時からのテレビ宮崎で放送。で、おまけにテレ朝やテレ東のアニメはの並なみ、えー、早朝飛ばしを食らっており、ひどかった時には宮崎放送での仮面ライダービルドが早朝4時15分から。<laughs> 鬼だな。名探偵コナンにいたてはテレビ宮崎で深夜1時50分。どうやって子供みんねん。エ、え、ム、ー、スティやクレヨンしんちゃん、えー、2015年打ち切り、やプリキュア2018年打ち切りにいたては現在放送していません。とても良いと呼べたもんではありませんって。まあ、静かに言うとこう。うーん。5曲揃っている北海道で良かったっ。ちなみに山梨も福井も2曲だけ。ただのテレビオタクの豆知識でした。すごいね。 えそして、5、6、上に続けあ、青森局、遠距離受信していた俺。<music> あ、これね、うちもそうでした。入ってました。青森放送。でね、あのね <laughs>、<laughs> いや、もう長くなる、これ。やだ、あのね、で、僕んち、あの、青森放送入ってたんですよ。 で、青森放送の木曜スペシャルだかってね、深夜の小学生だった時に入ってたんですけど、それがね、ちょっとエッチ感満載だったんですよね。<music> ばあちゃんの部屋でね、ばあちゃん来んな来んなっつってね、一人で見てました。<music> で、その7、最強の癒し、家の中、片目の猫が俺癒す。<music> うん、その8、明日、10年前、重みを知った、この命。うそうですね。